さあ続いては全日本高校女子サッカー選手権大会、はい、2大会ぶりに日本一に輝いた藤枝順心高校が土曜日に優勝報告会を開きました。おとといの優勝報告会にはおよそ300人の市民が集まりました。選手を代表して永江伊吹キャプテンが応援への感謝の気持ちを述べました。多くの方が応援されてくれていたんだなというのを改めて実感したし、やっぱ優勝って、まあ、2年前も自分は経験しましたけど、こんなに最高なものなんだなというのを改めて思いました。決勝の舞台で点を取ったことは本当に役割を果たせたし良かったなと思いました。もう全然記憶にないんですけど、後からまたもう一回見たときにもう本当に嬉しくなりました。順心報告会の後には藤枝順心高校のサッカー部 OB で日本代表の杉田ひな選手と2015年の女子ワールドカップ準優勝メンバーの北原香奈選手によるサッカークリニックも行われました。